こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、満州映画協会について解説していきたいと思う。満州映画協会、人はこの会社を満映と呼ぶ。満州国にて設立された、国策の映画会社だ。今回の解説では、同社の看板女優であった李香蘭。そして、二代目理事長として満映改革を行った、天粕雅彦に焦点を当てていきたい。よろしくお願いします。まず最初に、初期満映の沿革について話していこう。1932年に誕生した満州国は、その建国当初から数々の問題を抱えていた。関東軍主導のもと遂行された満州事変は各国から激しく非難されていたし、その結果誕生した満州国という国家も、極少数の国を除き、国際社会から承認されることはなかったのである。また満州事変以前から、中国各地では排日運動が盛んに行われていた。そんな状況下で誕生した満州国を、新しい国家として現地中国人に納得させなければならない。そこで必要となるのが、宣伝、プロパガンダだね。その通りだ。映画を通して満州国の正当性を訴える。特に、国民の大半を占める中国人に対してだ。このように、満映はその設立から、文化芸術、の性質より、国策、の性質を強くはらんでいたわけだ。それはさながら、統治のための映画会社、とでも言ったところだろうか。まあ、ドイツもアメリカもプロパガンダ映画は作ってたもんね。確かにそうだな。だが満州国の場合は、日本人が中国人に向けて、つい最近誕生したばかりの傀儡国家に関する宣伝映画を作るわけだから、かなり難しい。1936年春、満州国広報所、軍政部、民政部、文教部、共和会、そして関東軍により、国策映画会社設立の相談会が催された。この時満映設立の可否をめぐって激しい討論が行われたのだが、大半の意見は作る必要なし、だったという。しかし、ここで板垣征四郎参謀長が満映創立の意向をはっきりと示し、少々強引な形で国策映画会社設立が決定事項になったんだ。それから具体的な法整備が着々と進み、1937年8月14日に満州映画協会法が公布されることとなる。設立メンバーは全て官僚か、満鉄の人間であった。満映は新国家の体制確立を援助する一機関であり、最も重要とされたのは、映画の大衆性と宣伝力だったんだ。かくして1937年8月21日、満映は正式に発足した。初代理事長には新朝の皇族、金碧棟が就任したぜ。ちなみに彼は断層の霊人と呼ばれた川島よし子の兄でもある。ただし金は単なるお飾りで、実権は元満鉄庶務課長、満映専務理事の林健三が握っていた。そもそも満鉄は以前から記録映画を大量に制作していたからな。林もある程度映画には通じていたんだ。満州国政府当局が設定した満映の目的は次のようなものだったぜ。満州国独自の国民精神を徹底し、満州国の実態及びその発展の実相を確認し、日満不可分関係の強化及び日満指定系の必要を容易に知得せしめたるため。できるの、これ、少なくとも関東軍や政府当局は、容易にできると考えていたようだ。が、満映は早速問題にぶち当たる。ああ、やっぱり、まず問題となったのが人材不足だ。満映は設立後、日本国内から多くの映画人を招いたが、多くの人は満州に行きたがらなかった。なぜなら満映が設立された1937年は、日本映画史の中でも黄金期と呼ばれた時代であり、国内市場が大いに活気づいていたからだ。なるほど。それじゃあ日本離れる意味ないもんね。そのため関東軍は、人材の確保に奔走しなければならなくなった。後に日本の映画技術者の第一人者となる宮島義雄は、東京駅ホテルで関東軍参謀からの誘いを受けた際のことを、背中に銃剣を突きつけられた感じだったね、と語っている。怖すぎでしょ。現地で暴虐しまくってる関東軍軍人からの誘いなんて、たとえ裏がなくとも恐ろしいだろうな。この時宮島は、東方の前身でもある PCL 映画制作所に所属していたんだが、どうやら陸軍航空本部の人間も PCL に出入りしていたようだ。やがて PCL から配給関係者、技術人、そして監督や撮影班、女優などが満州へ渡り、満映の事務所へと移ったのである。なんとか人材を確保できたわね。いや、これでもまだまだ。特に監督の不足が深刻で、そのため当初の作品は、日本の B 級映画の焼き直しばかりであったという。こうした人材不足を解消するべく、満映はまず中国人俳優の募集を開始した。もともと満映の目的は満州国人に対する国民精神の宣伝だったから、俳優も中国人で揃える必要があったんだな。1937年10月、満映は新聞各紙に俳優練習生募集の広告を載せ、中国人俳優の獲得に向け動き出す。
試験は満州国の首都新京都ハルビンで行われ、男子21名、女子25名が第一期生として入社したぜ。だが、やはり俳優だけでは良い映画を作れない。結局映画は総合芸術だ。各分野の優秀なスタッフが何人も必要だし、当然、腕のある監督やプロデューサーの存在も必要不可欠である。まあ、そりゃそうだよね。関東軍は、映画をもっと簡単に扱えると思ってたんだろうな。そこに現れたのが、元日活玉川撮影所長の根岸寛一だ。根岸はまさに、1930年代の日本映画黄金時代を作り出した大物プロデューサーであった。そんな根岸を万栄に誘ったのは、早稲田大学時代の親友で、満州広報協会の理事を務めていた森田久志である。森田は、関東軍報道部が万栄に人材を求めていると聞いて、すぐに根岸を勧誘したのだという。でもさ、日本国内で映画は盛り上がってるんだし、わざわざ満州に来る映画人は少なかったんでしょ。どうして根岸は万栄に来たのかしら。うむ。根岸が万栄の理事となったのは1938年の6月だ。この頃日本国内では、長引く日中戦争の影響で、娯楽に対する統制が厳しくなり始めていた。何度も申し上げている通り、万栄は国策会社である。その万栄の理事に就任するんだぜ。民間の映画会社のトップに座るのとはわけが違うだろう。日本国内では、民間の所属であればどうしても、国家からの抑圧を甘んじて受け入れるしかない。しかし万栄の理事になれば、いわば体制側である関東軍や満州国政府と一心同体となり、自ら決定権を持って映画制作に取り組めるということになる。なかなかすごいこと考えたわね。まあ、賭けだよな。うまく満州国政府や関東軍首脳部を出し抜ければ、ある程度自分の思い通り映画を作ることができる。こうした期待もあって、大物プロデューサーである根岸は、万栄の理事就任を承諾したのであった。根岸は万栄に来てからまず、共に日活黄金期を築き上げた牧野光を満州へ呼び寄せたぜ。そして牧野と共に多くの優秀なスタッフを勧誘し、ようやく万栄の地盤が固まったのである。かくして万栄の全面的な改革に乗り出した根岸だが、彼のトマンと時を同じくして、二人のスター候補生が万栄にやってきた。そのうちの一人が、かの有名な山口よし子こと、李香蘭なのである。おお、ようやく出てきたね。山口よし子は1920年、中華民国宝典省で生まれた。祖父は士族出身の漢学者。父は満鉄で中国語を教えていて、一家は中国人社会にかなり溶け込んでいたようである。ってことは、お父さんは満鉄社員だったの？そうだぜ。当時満州には約20万人の日本人が住んでいたが、満鉄社員はその中でも最上位の階級であった。よし子は幼い頃からバイオリン、ピアノ、琴などの習い事をしていたというが、こうした生活は満鉄社員の一家で珍しいことではなかったんだ。しかし1932年、山口一家のクラス武順で事件が多発する、抗日ゲリラによる武順炭鉱襲撃事件、ヤンパイプ事件、で日本人5名が殺害され、またその報復として武順守備隊が、近隣集落の住民を無差別に殺害するという、平長山事件、が発生したのである。その結果、通訳であった吉子の父に通敵容疑がかけられたことで、山口一家は武順に居づらくなってしまった。彼女はこの時、豪華に包まれる武順炭鉱と、憲兵が炭鉱の中国人労働者を拷問する様子を目にしている。こうして法典へ転居した吉子は、家族ぐるみで交流のあった信用銀行の頭取、李ジーチュン将軍に名目的な養子として可愛がられ、李香蘭と名付けられた。これは実際に戸籍を移す法的な養子ではなく、縁を深めるために互いの子供を養子とする中国の旧宗によるものである。そして14歳の時、彼女が法典の大和ホテルで歌っていたことがきっかけで、法典の放送局のラジオ番組に出演することとなる。これは中国人歌手の代わりとして出演していたため、李香蘭の名で放送されていたぜ。この彼女に目をつけたのが、関東軍報道部の山賀徹であった。山賀が李香蘭を万栄に連れてきた時、彼女は18歳となっていたぜ。元は音楽映画の吹き替えとして使う予定だったのだが、彼女のスター性に目をつけたのが牧野光雄だ。そして彼は李香蘭に、なんと最初から映画の主役を与えたのである。それから李香蘭は5本立て続けに映画出演を果たし、人気と名声を高めていく。そして1939年、東宝と連携した渡辺邦夫監督、白蘭の歌、熱さの誓い、が日本で公開され、李香蘭の名は爆発的に広まったのだ。あっという間にスター女優になっちゃったのね。ああ。しかし李香蘭は、その芸名の通り、あくまで中国人でなければならなかった。戦争が激化するにつれ、彼女はそのことに苦しみ、やがて万栄を離れることになるのだが、その話は後に回すこととしよう。悠長な北京語とエキゾチックな容姿から、彼女は日本でも満州でも多くの人々から中国人スターであると思われていた。
しかし映画に出演する彼女の姿は、日本人にとって都合の良い中国人像が投影されたものであったんだ。さて、根岸寛一の赴任で、制作人に牧野光雄ら、役者に李香蘭といった夫人が揃った万栄にとって、残る問題点は、会社組織の体制であった。根岸は実力者だが、やはり万栄の中では新参である。そもそも万栄は関東軍や監督官庁の力の強い反官反民の国策会社だ。作品制作だけで会社を維持発展させることは難しい。そして最もまずかったのが、汚職問題だ。これは内部の処理だけでは収まらないほどの腐敗ぶりだったようで、新疆憲兵隊の内定が万栄に入っていたぜ。そんなにすごかったの？万栄を監督する和津の関東軍報道班 N 少佐がカフェで女を作り、その費用は全部万栄が出している。しかも、N と結託した万栄の幹部どもは、業務をサボり、宴会を開き、贅沢の限りを尽くしている。これでは国策会社が成り立たない、と、憲兵隊の報告内容は想像以上のものだった。これに国務院政書参事官の武藤富雄は、万栄改革の必要性を強く感じたのである。そこで出たのが理事長交代案だ。そして、次期理事長候補に上がったのが、甘粕事件の主犯として服役し、その後満州事変における工作活動にも従事した、甘粕正彦だぜ。やばいやつ来たじゃん。本動画のメインが揃ったな。ただし、甘粕の万栄理事長就任はスムーズに進んだわけではない。満州国には様々な省庁が設置されていたが、中でもその中枢にあったのが国務院総務庁、だ。国策会社である万栄の理事長を変えるには、この国務院総務庁長官の承認が必要だったんだ。結構大変そうね。それだけじゃない。総務庁長官の承認に加え、さらに必要だったのが、関東軍首脳部の承認だ。というより、そもそも総務庁の人事を関東軍が握っていたから、結局関東軍の了解を得られなければ、万栄理事長を変えることはできない。まあでも、甘粕って関東軍と関わりあるし、なんなら満州事変で暴虐活動に携わって、満州国の建国に大きな役割を果たしてるんだから、別に関東軍首脳部も反対しないんじゃない？それがかなりの反対にあってな。先ほど万栄の汚職問題を話したが、その汚職問題を引き起こしていた張本人が、関東軍報道部の人間だったろう。あ、そういえば、関東軍報道部ががっつり関わっている汚職問題を粛清するため、甘粕を万栄理事長に就任させる。当然関東軍としては面白くないだろうな。武藤は岸信介の力まで借りて甘粕の理事長就任を果たそうとしたが、関東軍報道部による武藤追い出し工作が進み、岸の動きも止まってしまったんだぜ。しかし、ここで憲兵隊が動き出した。関東軍報道班 N やその取り巻きをリスト化し、女性関係から宿泊先まで詳細に調べ上げた上で、軍司令部へ突き出したんだ。また岸信介も、関東軍参謀長井村の元へ乗り込み、軍の威信にも関わる、と迫ったぜ。こうして関東軍は俺、甘粕の万栄理事長就任が決まったんだ。随分と大変な過程があったのね。でもさ、甘粕って大杉栄殺害事件の主犯とされてたんでしょ。そんな人間が映画会社の理事長として就任するってどうなの？もちろん相当警戒されていたぜ。甘粕の万栄理事長就任決定のニュースが発表されると、首都新京の喫茶店やカフェでは、文化人が口々に噂し、口論していたという、何しろ甘粕事件のインパクトが強烈だからな。アナキストの大杉栄と伊藤の絵、そして6歳だった老いの立花総一までを憲兵隊本部で殺害し、遺体を井戸に放り込んだとされる事件。その主犯が映画会社の理事長に就任するというんだから。万栄社員も同様、多くの者が甘粕を大杉栄殺し、としてしか認識していなかった。李香蘭はこの時の心情を次のように記している。甘粕理事長内定の噂に、万栄内は蜂の巣をつついたような騒ぎだったらしい。大杉栄らを虐殺したと言われるテロリストであることを知らない人はいなかった。そうした人物の万栄入りは、それでなくとも植民地政策を文化面で推進する国策会社と思われていた万栄が、ついに右翼軍国主義者に牛耳られた、と受け取られる恐れがあった。軍部の独裁専横人事、人殺しの下で働くのはまっぴらごめん。最も非文化的な人間が満州一の文化機関を支配するとは、新疆の日本人社会ではよると触るとこの人事問題でもちきりだったという。めっちゃ嫌われてるじゃん。まあその辺は人によるだろうな。甘粕事件の際も、社会主義者を憎む資本家や右翼からは感謝されたというし。ただ、映画人など文化方面に携わる人間からすれば、極めて保守的な人物というだけで警戒もするだろう。しかし1939年、実際に甘粕が理事長に就任すると、社員たちの評価は一転した。いずれにせよ、新理事長は就任後2週間で人事を刷新し、給与など職員の待遇を他の国策会社並みに改善するよう命令した。
リコーランの月給は250円だが、リメイの月給45円はあまりにも差がありすぎる。リメイは200円程度にしなさい。下っ端の俳優たちは18円。これではどうして食えますか？少なくとも今のリメイの45円の線まで引き上げなさい。高い給与を出すと必ずよく働くものです。私は、この給与引き上げに大賛成だった。これで中国人同士の日常の挨拶、あなたの月給いくら、が遠慮なく言えるようになると思った。新疆市長公邸で開かれた、日万要人の集まった宴会で、マネーの女優たちがお釈させられたのに憤慨し。女優は芸者ではない。芸術家だ。もう一度、女優たちを主賓にした宴会を開いてねぎらってくれ。と市長に要求し、実現させた。私も理事長の命令で内外の要人を招待した席に何度か招かれたが、お釈を強要されたことはなく、マネーの誇る女優、として紹介された。マネーの俳優全員を、ポケットマネーで大和ホテルに招待して、声援を張ったこともあった。そんな時甘かす理事長は、日頃の無表情とは打って変わって、愛嬌を振りまいて出迎えた。女優たちに手を貸して終盤を脱がせ、後に控えている理事や部下長たちを叱った。おい君たち、何をしている？早くお客様の街灯を脱がせて差し上げなさい。甘かす理事長からは次第に、テロリスト、のイメージが薄れていき、社員の中にはこの科目で小柄な元軍人の信奉者が増えてきた。それだけではない、大杉栄らは軍部の別の筋に殺され、甘かす隊はその罪を一人で引っかぶったという無罪説の噂すら根強くあった。意外だわね。特に甘かすは、日本人と中国人の待遇の差を改善するよう努めた。五族協和をスローガンとし、日満の友好を歌っていた満州国であるが、実態は日本人が、現地の満州人を差別する光景が絶えなかったという。もう一人の日本人映画技術者と、一緒になって限界灘を越え、満鉄線で新疆に向かったが、どのあたりだったか、その映画技術者は、ポケットに忍ばせていた飲み取り子の缶を取り出し、隣に席を閉めた満人、当時、日本人は中国人のことをこう呼んでいた、に向かって、盛んにパクパクと粉を振りかけ始めたのである。いきなりこんなことをされて、黙っている日本人はいないに違いない。彼女には無表情のまま押し黙ってされるがままになっている満人のその姿が、この上もなく印象的であった。これは脚本家として満州に渡っていた片岡薫の回想であるが、こうした日本人による中国人、満州人差別はリコーランの自伝にも出てくる。私がパスポートを見せ、警官がうなずき、行けという身振りをしたので通り過ぎると、おい、ちょっとお前、戻ってこい、と呼び止められた。もう一度パスポートを見せろ、旅券を差し出すと、警官は私の顔と見比べながら吐き出すように怒鳴った。貴様、それでも日本人か。私の旅券には山口よしこ、芸名、リコーランと記載してあったのである。おい、その格好はなんだ、彼は私の中国服を指差して舌打ちした。いいか、日本人は一等国民だぞ。三等国民のちゃんころの服を着て、しなごなぞ喋って、それで貴様、恥ずかしくないのか、外国人が大勢立ち並んでいる列の中だった。何事が起こったのかと、先に降りた日本人も船の甲板を振り返っている。私はただもう恐ろしくなって、なんと返事をしてよいかわからない。頭に血が昇り、目の前が真っ白になってしまった。猛攻は言葉のわからぬまま、その場の異常な雰囲気におろおろして、不安げに私の顔を覗き込んだ。私はあまりに恥ずかしくて、彼女に事態を説明できなかった。彼女は私を同じ中国人だと思っている。実際は日本人なのに中国名を名乗り、中国服を着て日本語を喋っていることを警官が非難しているとは思ってもいない。私が、メイスモー、なんでもないの。と小声で言うと、警官は、中国語で言葉を交わしていることにまた腹を立てた。この恥さらしめ。日本帝国臣民なら日本語を使え、日本語を。この回想はリコーランが来日した際の出来事であり、満州国内での話ではないのだが、当時の日本人の中に、こうした強烈な差別意識を持つ人間もいたことがよくわかるだろう。だが甘粕は、こうした日本人の増長した態度を許さなかった。理事長に就いた甘粕は、万栄において中国人に対する優越感を見せることを禁止。また日本人と中国人の間でトラブルが発生した際には、日本人より中国人に対して気を使っていたという。このため万栄内では、他の会社に比べて中国人との圧力が非常に少なくなったんだ。すごいわね。イメージと全く違って、平等を愛する人道主義者みたいじゃない。いや、どちらかというと甘粕は徹底した合理主義者と見るべきだろう。例えば甘粕と家族ぐるみで親しかった井上当時の話では、甘粕は自由、平等、博愛、などという言葉を、日本から駆逐せねばならぬ、と語っていた。
他のことは忘れてしまったが、この言葉だけはあまりたびたび聞かされたので、今も覚えている。といったエピソードもある。出所後にフランスで生活をし、その風土に順応できず、理論としての民主主義を受容できなかったためでもあるのだろうが、アマカスが我が国においては国家が主であって、個人は従である。個人あっての国家ではない。国家あっての個人だ、という考えを持ち続けていたことは確かだろう。これは獄中期での記録となるが、アマカス自身が国家のために身を尽くす男でもあったからな。中国人の待遇改善に尽力はした。だが、日本人と同等の待遇にまで上げることはなかった。この現実的な塩梅が、アマカスらしいとも言える。ただし、万栄は中国人向けに、中国人俳優を使って映画を作る。役者や従業員を大切にしないと、いい映画は作れない。アマカスには情に厚い一面もあったが、そもそも社内における中国人の協力は必要不可欠だったんだ。こうした合理主義は随所に見られるぜ。例えば彼は万栄理事長就任にあたって、全社員の経歴、給与、また不祥事歴を調べ上げ、不祥事に対するブラックリストをあらかじめ作成していたんだ。それはちょっと怖いわ。さすがは元憲兵といったところだろう。そしてアマカスは、理事長着任日に、使用時間より早く出社して、当然のように重役出勤する幹部たちを着任早々に叱責したんだ。またアマカスに対して歓迎の言葉を述べた山梨実総務部長を、万栄汚職事件との関わりがあったとして配置替え。それから勤務時間の徹底、スタッフの入れ替え、給与体系の改変など数々の改革に着手したんだ。給与に関しては特殊会社の平均以上に引き上げ、ただ内地の映画界出身というだけで高い給与を受けているものは引き下げ、不当に低いものは引き上げるなどの改革を実施、人事異動では完全実力主義のもと、能力のあるものは昇格させ、逆にこれまで役職についていた人間であっても、能力のないものは容赦なく降格、または解雇させたぜ。すごいけど、さすがにやりすぎじゃない？そこもしっかり配慮していてな。彼は解雇させた従業員に対して、できるだけ次の就職先を斡旋していたんだ。万栄には会わなくても、必ず会う職場はある。例えば時間厳守はアマカス自身の方針なだけであって、どんな社会でも要求されるわけではない。そう考えていたんだな。こうしたアマカスの急激な改革に対して、批判の声は上がらなかったという。また映画界に精通していた理事の根岸寛一や、制作部長の牧野光雄なんかは、アマカスが文化的センスも持ち合わせていることを最初から理解していた。多くの社員がアマカスの理事長就任を不安視していたのに対して、根岸や牧野ら喫水の映画人は、アマカスの着任前から彼を歓迎していたんだ。特に根岸とアマカスは馬があった。万栄は国策映画を作るのではなく、中国人が喜ぶような映画を作ること。そのためには、将来的に中国人の手によって万栄作品が作られることが望ましい。と、二人の考えは一致していたのである。満州人に喜ばれる映画を作るなら、まず前提として中国人と日本人が対等でなくてはならない。根岸もアマカスも、そのことをよく理解していた。同時に、それが実現不可能であることも分かっていたのだ。そうなの？万栄はその存在自体が矛盾を抱えるものであった。そもそも満州国そのものが、矛盾を抱える国家なのだから当然である。アマカスはその矛盾に気づいていた。五族協和などという理想は、現実には存在しなかったのである。新疆の撮影所では、必ずしも成功しなかったけれど、中国人に好まれる映画を作る努力がなされた。もちろん国策宣伝集の強い自創編、現代劇、も制作したが、論調報道、円柱、など中国の一般大衆が文句なしに楽しめる古装編、時代劇、の傑作も何本か作られた。また、玉道春、小宝宮、など、優れた狂劇を映画化する試みもなされた。いずれもアマカス理事長の、今国家が要求しているのは、映画を通じて娯楽を与えることです。その目的を果たすには、万人が面白いと感じて、ついてくる映画を作ることに没頭することです。その方針に沿った企画だった。アマカス理事長は広報所検閲を廃止して、万栄の自主的判断で企画制作できるように制度改正を働きかけ、同時に万栄の関連事業を飛躍的に拡大させた。大陸という土地は、アマカスさんのような右翼軍国主義体制からはみ出した、満州浪人を受け入れる新天地だったが、満鉄調査部と並び万栄も、イデオロギーを超えた土壌の広さで左翼陣営の芸術家を厚遇した。アマカスさんがテロリスト、軍国主義者で信長的性格だったとすれば、根岸さんはヒューマニスト、自由主義者で、信長に仕えた秀吉的な存在だった。人材の登用、気候改革、映画制作など、企画面の大筋は根岸さんが打ち出し、アマカスさんは政治力を発揮し、その政策を積極的に実行していった。二
人が、経営愛ともなうがごとく、の関係にあったからこそ、マネーは円滑に運営できたのだった。マネーは、映画がことごとく酷評され、見向きもされない状況をなんとか打破しようとした。養成所では中国語を必修とし、新しい映画人は日本人でも、中国語と中国の習俗を学ぶことに力を注ぎ始めたぜ。この動きに一役買ったのが、中国文学に惹かれ、1935年から大陸で記者、映画関係の活動を続けていた八木博士である、すみません映画、と揶揄され、中国人から嫌われていたマネーの映画を、何とかして変えてやろうと意気込んだ八木は、中国人と共に脚本を書くという画期的な試みに挑戦したのである。八木の元には多くの中国人、あるいは日本人の映画関係者が出入りした。彼らは中国の小説や事件を勉強し、シナリオの材料を探し回ったのである。また1940年には周遊派、朱文潤という中国人の監督も誕生していた。脚本、技術関係でも同様に中国人が独り立ちし始め、ようやくマネーの制作が充実してきたんだ。1940年には計30本の映画が制作されたが、そのうち多くは中国人監督、また中国人作家による脚本であった。興行的にもかなりの売り上げを叩き出し、牧野光雄は、上海映画を追い抜くこともできると確信するようになっていた。そして1941年12月8日、太平洋戦争が勃発した。やがて生フィルムの欠乏から、本国では映画の制作本数が圧倒的に減少していくことになる。対して満州では、国内以上に設備が整い、フィルムもドイツのアグファから供給されていたため、マネーは日本よりもはるかに余力を残していた。そして多くの映画関係者が満州へ渡り、永住するつもりで満映へと入ったのである。かつて、満映落ち、と揶揄されていた映画会社は、この時日本の各映画会社を超える勢いで発展していったのだ。この頃病身の根岸に代わって制作業務を引き受けていた八木安太郎は、甘粕について次のような言葉を残している。この甘粕とは、思想も何も違ったけど、共鳴する部分があった。彼がいるから、関東軍は干渉しない。で、こちらに不満や、要求があるときは、直談判し、彼が、いい、と言ったことは全て通る。しかも、制作に関しては、一切口を出さない。だから、自由で、みんな、勝手なことばかりしていた。ただ、自由と言っても、言葉は違う。見る人も違う。満州の写真というのは、こちらと違って、向こうの人間のために作るんだから、やりにくいことをびただしい。それでも、映画を作るにあたって、甘粕にも報告はしなかった。僕がやる映画が通るのは分かっているし、甘粕が何も言わなければ、軍も言うわけにはいかない。甘粕はその他に、何名かの共産主義者も万栄に引き入れている。1932年10月、川崎大百銀行大森支店を襲撃し、大森ギャング事件の主犯格として捕まった非合法共産党幹部、大塚優勝もその一人である。他にも日本プロレタリア映画同盟、通称プロキの出身の北川哲夫、左翼演劇運動に従事していた原健一郎、時事映画所長となった岡田敏行も共産党員であったぜ。すでに日本では、多くの右派無産政党が戦争を支持し、反対を訴える非合法の共産党は厳しい弾圧と内部分裂により崩壊した。プロキノも解散し、転校した元左翼の人々が、逃げるように満州国へやってきたのだ。僕は君らが仕事ができると思って呼んだのだから良いが、憲兵隊がうるさい。憲兵隊には、僕が責任を持って雇い、仕事をしてもらっているから、一切手を出すな、と言ってある。だが、君ら自身も十分注意してほしい。甘粕は入社した元左翼活動家たちを前に、異常のように語ったという。大杉栄の殺害は、本当に甘粕じゃなかったのかな。まあ、どうだろうな。ただ、そう信じたくなるような人柄であったことは確かだろう。それが本心であるか、また破外面的なものであるかは置いといてな。さて、このように甘粕、根岸のタップが万栄にもたらした影響は計り知れないものであった。差別も少なく、比較的自由な風土で、社員は皆良い映画を作ろうと意気込んでいた。しかし当然ながら、万栄に本当の自由があったわけでも、完璧に差別がなかったわけでもない。特に日本人と中国人の待遇の差は、他の会社に比べれば圧倒的にいいものの、やはりあったのだ。給与面の差はもちろんのこと、食事や衣服の面でも、日本人と中国人の待遇の差は歴然であった。同じ仕事をしていても、中国人の給与は日本人の半分くらいとか、食事も白米はなく、果物もつかない。あるいは、服も支給されますが、日本人は新しいものに比べ、中国人は高性の服といった具合にです。それでも、他の職場に比べれば、良かったことは確かです。当時の給与は70円でしたが、これでなんとか一家が食べていけましたから。これは万栄の事務担当をしていた、王金文による話である。
こうした待遇の差というものは、甘春が改革をもたらした万栄でもなくならない、むしろ当然の感覚として残っていたのだろう。万栄時代ですが、日本人とは一緒に仕事をし、お酒を飲み、あるいは家に招待して、随分楽しい思いをしました。みんな仲間です。ただ、憲兵隊は怖かった。私自身当時は結婚していませんでしたが、女性と南後公園を散歩していただけで、憲兵隊に捕まり、風紀罪に問われて、一週間以上も牢屋に入りました。こちらは義士として活動した王福春の証言だ。中国人市民に対する監視の目は、特に1941年以降の総動員期に突入すると厳しくなり始める。日本に通じた中国人が密偵の役割を担っており、万栄社員も多数逮捕されているぜ。例えば万栄の脚本家兼監督であった王則は、1944年夏に首都特攻警察に捕らえられ、獄死している。こうしたケースの場合、憲兵隊や警察からの連絡は、甘春の元にすら届くことはなく、万栄社員にとっては突如姿を消した形になるんだ。当然、戦時中であればこうした話は日本国内でもあった。また逮捕された者は大方国民党員か、それを疑われた者であり、スパイ防止の観点からも必要な措置だったのだろう。相手が中国人なら、より苛烈にもなる。これは甘春の力ではどうすることもできない。万栄の五民映画所長を務めていた驚愕船が逮捕された時ばかりは、甘春も尽力して釈放に協力したが、一般社員の逮捕を阻止することまではできないのだ。ちなみに満州国の司法機関は非常に複雑で、日本特務機関、日本憲兵隊、満州国憲兵隊、満州国国家警察、市警察、日本領事館警察、刑事警察、満州国特務機関、鉄道警察と、合計9もの機関があって、それぞれが独立して縄張り争いをしていたんだ。そのため誰かが失踪しても、どの機関が逮捕したかが全くわからない。警察側から連絡がなければそのまま消息不明となるのである。まあ、それでも軍閥時代よりはマシなのかもしれないが。こんな状態で、映画による国民意識の宣伝なんて意味あったのかしら。甘春による融和政策は、大衆に娯楽を与え、満州における映画文化を開花させることには成功した。劇の種類も多様化したし、興行成績も上がった。しかし、現地住民に国家意識を植え付けることはできなかった。映画による全部強化を通じて、満州国の住民に国家意識を植え付けることは非常に無理があった。なぜなら、当時の満州国の住民は、中華民国に対する国家意識さえ希薄であり、ましてや異民族が立ち上げた、馴染みのない新国家を受容する心境は到底ありえなかった。満州国の住民に存在した意識は民族意識だけであり、自分たちは土着の住民であって、自分らを支配するのは外来民族の日本人であると考えたが、これは心情的には決して愉快なものではなかった。一方、李香蘭の名は日本、中国本土と広がっていった。39年に、白蘭の歌。40年6月に、シナの夜。40年10月に、熱波の誓い。と、いわゆる大陸三部作に出演した李香蘭は、日本国内での圧倒的な支持を受けるようになる。ちなみに、大陸三部作は基本的に東方との合作で、万栄独自のものは一つもない。1941年に彼女が日劇へ出演した際は聴衆が殺到。その数は日本劇場を7回り半する規模となり、これを移動させるため、警察が出動する騒ぎにまで発展した。いわゆる日劇7回り半事件、だな。このように、李香蘭の人気は凄まじいものだったんだぜ。しかし1944年以降、満州における映画作りの環境も悪化していく。フィルムが品薄となり、万栄の制作本数は減少していったぜ。そして1944年秋、万栄の大スターである李香蘭は、ついに退職を決意するのであった。李香蘭とは何者なのか、日本人なのか、中国人なのか、互いに戦争を繰り広げる両国民を欺きながら、李香蘭は活動を続けていたのだ。そして、その罪悪感と矛盾に、ついに耐えられなくなったのである。彼女は、北京の中国系新聞社から記者会見を求められた際、次のような質問を受けていた。あなたがこれまでに、白蘭の歌、や、シナの夜、など一連の日本映画に出演された真意を、伺いたい。あれらの映画は、中国を理解していないどころか、侮辱しているとさえ思われます。あなたは中国人でしょう。それなのに、なぜ、あのような映画に出演したのですか。民族の誇りを捨てたも同然ではありませんか。覚悟はしていたが、私はもろくも混乱の中に転落した。日本人なのです、と今こそ、言いたい。今ここで告白することは、黙っているよりいけないと言われても、私は思考の脈絡を失ってしまった。何秒か経った。会場は氷が張り詰めたような雰囲気だった。と、混乱した頭脳とは関係なく、胸の奥底から、自然に声が出てきて、喋り出していた。20歳前の、何の見極めのつかなかった自分の過ちでした。わからないままに犯してしまったことなのです。
今は公開しています。あの一連の映画に出たことを皆さんの前でお詫びします。許してください。もう二度と繰り返しません。口だけが勝手に動き、頭は放心状態だった。その時、拍手が湧き上がった。記者たちは立ち上がった。私は拍手が止むまで頭を下げていた。リコーランという存在は、一体何なのだろう。18歳の時、初めて訪れた日本の下関で、日本人から日本人のくせに、と念馬された。今北京では、中国人から中国人のくせに、と批判された。そして素直に謝罪すると、大部分の記者は、私が日本人であることを疑っていながらも、拍手してくれる。こうして、彼女は万永退職の願いを告げるため、甘春の元を訪れたのだ。1944年秋、東京での野戦軍楽隊のセット撮影が終わってから上海に飛び、最終的に河北長政氏に相談した上で新疆に戻り、甘春理事長に面会を求めた。甘春さんは理事長室の机の横に立って待っていた。机の上には岩波新書のアラビアのローレンスがあった。ご苦労さん。疲れたでしょう。河北さんはお元気でしたか。万世流邦は大評判ですね。などの問いかけに、はい、と答えるだけで、なかなか言い出せなかったが、思い切って口を開いた。長い間、ありがとうございました。甘春さんは激怒するかもしれないが、言わなければならない。私は、中国人になりすましていることが、もうできなくなりました。これまでに、日本と中国の板挟みになって、随分苦しみました。これ以上リコーランとしての生活には、耐えることができないのです。契約を解除していただきたいと思います。言い終わって目を伏せ、理事長の言葉を待った。よくわかりました。顔を上げると甘春さんは、あの丸縁のメガネの中から、例の照れたような表情で少し笑って、それから頭をかいた。よくわかりました。長い間、ご苦労様でした。と言いながら、立ち上がり、理事長席の机から人事課長に電話をし、リコーランの契約書を持ってくるよう命じた。そしてサバサバした口調で言った。あなたがリコーランでいることの不自然さは私にもわかっていた。満州国や満英はどうなるかわからないが、あなたの将来は長い。どうか自分の思う道を進んでいってください。できるなら日本映画界で発展してください。日本で仕事をされるにしても、辛いことが多いに違いない。くれぐれも体を大事にして、自分の道を進んでください。ありがとうございます。と私が頭を下げたとき、リコーランの書類を持って、人事課長が入ってきた。そして1945年5月には、根岸寛一が万永を去る。長らく共に戦ってきた根岸を甘春は執拗に引き止めたが、満州で死ぬのは嫌だから、万永をやめて日本へ帰る、と言われ、さらに敗戦の見通しを語られたところで、しぶしぶ辞職を承諾したという、資材不足に加えて、幹部スタッフも次々と満州を去っていった。また社員は大量に招集されていった。そして1945年8月9日未明、ソ連軍が満州への侵入を開始したのである。やがて8月15日、日本は連合国に敗戦、満州国も崩壊必至となる。社員には徹底抗戦、玉砕を叫ぶ者もあったが、理事長甘春は降伏を選択した。列車を確保し、日本人社員と家族を朝鮮経由で帰国させるよう命じたぜ。また万永の全預金を引き出し、日本人職員と中国人職員に退職金を支払った。その後甘春自身は、8月20日に青酸カリで服毒自殺したのである。ダメだ、心臓に耳を当ててみたが、すでに脈はなかった。白い粉だ。和田理事が飛び込んできた。青酸カリです。体温はまだ残っていた。テーブルの上の灰皿から、シガーの最後の煙がゆらゆらと立ち上って、長い花粉の木刀キタンの本のページに、3通の遺書が挟んであった。人間が自分の股ぐらの中で死んでいくのは、決していい気持ちのものではなかった。自殺前、甘春は機材を中国人社員へ託すため保管を命じていた。その後万永は中国共産党に接収され、東北電営公使となっている。万永の日本人社員のうち何名かは、東北電営公使に残り、その後の中国映画の技術指導を行うことになるんだ。終戦直後の満州って、ひどい状況だったんでしょ？ああ。満州に渡っていた日本人は、敗戦し、立場が逆転すると中国人を恐れるようになった。が、多くの万永の社員は違った。同じ万永の中国人との間には、作品を作り上げる過程で築かれた信頼があり、また日本人が技術を教え、中国人が教わるという師弟関係に変化はなかったのである。何より万永の中国人と日本人は、互いに家を行き来し、遊び、語り合う友であった。ソ連軍が満州へ侵攻し、日本人の社員らが万永内に集まって自決しようという時、かくまうから死ぬな、と言ってきた中国人は多くいたんだ。彼らは日本の敗戦を、ソ連軍による民間人殺害や強姦、略奪の恐怖に、また八路軍や国民党軍に怯える日本人社員を、
困っているというなら、今度はこちらが助ける番だ、と積極的に手を差し伸べたという。もちろんマネー内における全ての中国人がそうであったわけではない。マネーの中国人社員には八路軍、すなわち共産党新派と、国民党新派が入り乱れていた。その結果、国民党新派が八路軍新派を国民党警察に売り渡すといった事件も発生している。それでも、最後の最後に天粕が下した命令、万栄の機材は全て中国人社員に移譲するという決断は、日本では東方のみが所有していたと言われるドイツ製のズームレンズなど、数々の高級な機材をソ連から守り、中国に残す結果となった。これは、満州に残った日本人社員に対しても、技術指導という形で働ける職場を残したことになる。ちなみに万栄のドイツ製ズームレンズとは、おそらく新しき土の撮影で使用された焦点可変式ズームカメラレンズと同様のものであると思われる。当時の価格で13,000円という、メルセデスベンツの新型モデルに相当するほど高価なものであったというぜ。このレンズは万栄にて、1940年のニャンニャンメヤオホイの撮影で使われている。購入したのは松岡洋介と言われているが、詳しい情報は得られなかった。ともかく、万栄では機材の中国人兵の譲渡が円滑に行われていたので、ソ連軍による略奪被害に遭うことは少なかったんだ。それでもソ連兵による暴行被害に遭う女性や、シベリアへ送還された元社員、また路頭に迷い、帰国の時を待ち望む者もいた。そして旧万栄を握った八路軍は、優れた映画技術を有する日本人の協力を求め、万栄を基礎とする新たな映画会社、東北電影公司を設立したのである。もちろん、日本人側からも多くの映画関係者が選ばれた。こうして万栄の遺産は中国に引き継がれ、やがて紆余曲折を経て、中国映画界の礎の一つとなる、天粕や根岸が思い描いた中国人による中国人のための映画制作、という夢は、その根底にある理念は全く異なるにせよ、形を変えて、現代にまで受け継がれたのだ。最後に、東北電影公司に残ったものを含め、旧万栄の日本人社員、また中国人社員や俳優たちは実に様々なその後を迎えている。また東北電影公司も、国境内戦の影響を受けながら、ここから壮絶な変遷を遂げていくことになる。戦時中から戦後までの中国史は、日中の戦争にせよ国境内戦にせよ、あまりにも広く、戦火に巻き込まれた人民の数も膨大で、証言ベースでしか確認することのできないエピソードも山ほどある。その全てを取り上げることはできないため、気になる方はいろいろ調べてみてほしい。例えば李香蘭のその後のエピソードなんかも、構成の都合上省略させてもらった。また今回動画では、かなり天粕を好意的に取り上げている。が、彼は日本の敗戦を察していながらも、身近な万栄職員の退職を引き止め、危機の近づきつつある満州につなぎ止めていた。と見ることだってできる。もちろん天粕が、満州に及ぶであろう危険を十分に認識できていなかった可能性もあるし、万栄理事長の立場にある以上、組織が業務遂行不可能な状況にまで陥ることを静観できたわずもない。けれども、例えば根岸寛一が、天粕の説得に応じて満州に残り続けていたらどうなっていただろうか。自身の病気もあるが、日本の敗戦を悟り満州を離れた根岸は、牧野と共に東横映画株式会社にて、戦後万栄から引き上げてきた者たちを東横に引き入れた。その結果、後の東映株式会社の基礎が築かれたのだ。いずれにせよ、天粕も根岸も、満州という新天地に夢を見ていたんだろう。根岸は映画に、天粕は、大東亜共栄圏に。李香蘭は、その夢に翻弄された若き女優といったところだろうか。天粕が、李香蘭の退職はあっさり受け入れ、親切で気の利いた激励の言葉を与えたのに対し、根岸の退職は執拗に引き止め、また彼の退職後は呆然と、元気を失ったように見えたというが、天粕事件、満州事変、そして万栄理事長時代においても数々の暴虐に携わったとされる天粕は、一体何を思いながら生きたのだろうか。公人として号令をかけている時も、思い切ってワンマンだが、一私人となった時の繊細な神経と、人に対する思いやりと寂しがりも、また思い切って深刻なものであった。この極端に矛盾した二つの面を、天粕氏の体の中で調和してくれるのは、酒であった。酒が切れた時に、感触声で号令を出しているか、窓ガラスに、暗い寂しそうな顔を映しているか、そのいずれかである。